クルカ川は、クロアチア、ダルマチア地方を流れる河川である。総延長は7 3トルであり、スクラディンスキブクと呼ばれる多数の滝で知られる。川の源泉は、クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナの国境の近く、ディナルアルプス山脈のふもとにある。川は、ダルマチア内陸部地方の区人を通って南下し、スクラディン付近でアドリア海に出る。 川沿いにローマカトリック教会のビソバツ修道院とセルビア正教会のクルカ修道院がある。途中にはスクラディンスキブクと呼ばれる有名な多数の滝があり、クルカ国立公園の一角を成している。スクラデンスキブクにはクロアチアで初の水力発電所が設けられた。この水力発電所は近接するシベニック2895年8月28日から、 電力を供給し始め、シベニクは世界で初めて水力による電力供給を受ける街となった。ありがとうございます。